ナイス株式会社は、神奈川県横浜市鶴見区に本社を置く住宅、建築用資材の国内流通、輸入販売事業、住宅分譲、不動産仲介事業などを行っている会社である。以前は、ナイス費、栄という社名であったが、無関係の商工ローン業者、日英と混同され、会社のイメージを損なうことから、2000年に、日、栄を取って、ナイスという社名となった。 ナイスアーベニューの名称で建築条件付けた口あるいは建て売り住宅の分譲による開発・販売を横浜市、新潟市、郡山市、浜松市、高崎市などで行っている。また、2010年には鶴見駅前のシークレイン内のタワーマンション、ロイヤルタワー横浜鶴見を分譲している。2019年5月16日、横浜地方検察庁は 証券取引等監視委員会と合同で、金融商品取引法違反疑いにより、素敵、ナイスグループの家宅捜索を行った。2019年5月20日に創業家出身の A がグループ全社の取締役を、B が素敵、ナイスグループとナイスの取締役を辞任したほか、小暮博代表取締役社長も代表権を返上した。公認の代表取締役社長には、 取締役であった杉田正幸が就任。新社長は同日午後に記者会見を開き、架空売上形状について、通常の取引で粉飾には当たらないと認識している、として、粉飾決算疑惑を真っ向から否定した。CE も同年5月30日にグループ全社の取締役を辞任した。2019年7月25日、横浜地方検察庁は、 A 元代表取締役会長、B 元代表取締役副会長、C 元取締役の3人を、金融商品取引法違反の容疑で逮捕した。素敵、ナイスグループは7月24日、事実関係などを検証していた第三者委員会から、調査報告書を受領したと発表。2019年9月13日、横浜地方検察庁は、 C 元取締役を不起訴処分とした。これを受けて、素敵、ナイスグループは2019年8月1日に、2014年3月期から2018年3月期までの、有価証券報告書並びに、2015年3月期、第1市販期から2019年3月期第3市販期までの市販期報告書を、訂正処理を行った上で、関東財務局へ提出。 同年8月23日に創業家と決別する組織改革を実施するなどの再発防止策を発表し同時に小暮と取締役二人はグループ全社の取締役を辞任した。東京証券取引所は同年9月20日に内部管理体制が未だに不十分であり2014年3月期から2019年3月期までの決算が虚偽であったとして素敵。 ナイスグループを特設注意市場銘柄に指定した。2020年9月3日、ナイスは金融商品取引法違反に関して、A 元代表取締役会長、B 元代表取締役副会長、C 元取締役の3人との間で損害賠償として、3人が1億4200万円の保証金をナイスに支払うこと、A 元代表取締役会長が、 全株式を保有する、ゼニアニスサダ株式会社及び、エイワ設計株式会社の全株式をグループ会社が取得することで合意した。東京証券取引所は2020年12月19日、内部管理体制が改善されたとして、特設注意市場銘柄の指定を解除した。2021年3月12日、法人としての内政元代表取締役会長、 B 元代表取締役副会長に対する第一審が横浜地方裁判所で行われ、法人としてのナイスに対して、罰金1000万円、A 元代表取締役会長に対して、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年、B 元代表取締役副会長に対して、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決をそれぞれ言い渡した。 A 元代表取締役会長と B 元代表取締役副会長は判決を不服として東京高等裁判所へ即日控訴したが、ナイスは控訴せず横浜地裁における第一新判決が確定した。ナイスは多額の借入金がもとで金融商品取引法違反を引き起こしたり特設注意市場銘柄の指定を受けたことを受けて 銀行借り入れ以外の資金調達方法を模索していた。ナイスは2021年7月16日にヤマダホールディングスと資本業務提携を締結。同年8月2日にヤマダホールディングスに対して第三者割当増資を実施し、ヤマダホールディングスが筆頭株主となった。なお、ヤマダホールディングスから役員を送り込まれる予定はないという。ありがとうございます。